ロッテ佐々木が160キロ連発、ヤクルト村上との侍ジャパン対決の結果は、激アツ対決や、みんなカメラ構えてて草、みんなカメラ向けてて草、佐々木 VS 村上だー。熱いなー対決。佐々木朗希の公式戦非本塁打が村上なんよな。玉発や、笹朗派へ、おう、やべえ、うほう、むほ、神やん、草、しゃあない、打てんな、ダメだこれ、冷え、ナイスボール、やば、ええー、ね、コース球速完璧やな、そこは無理や、いい時の朗希は手がつけられんな、あそこの160は無理や、しゃあない、凄すぎて漏れる、そんなところそんなスピードでぶっ込まれたらかなわんな、ほんま、神、3回くらい投げるんか ?9 人全員三振するんちゃう。あかん。4連続。えぐいなぁ。すご。しかし村上心配やな。大丈夫かな。これ完全試合やろ。この時期でこれかよ。インコース160キロとか朗希すごすぎやろ。完全阻止や。皆さんのご感想をコメント欄に書き込んでくださると嬉しいです。高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。